と思いますので、しばらく皆さんご参考あのごごお付き合いをよろしくお付き合いをよろしくお願いいたします。では昭和三兄弟知ってますよね。あのヒロインといえば誰ですか。昭和三兄弟のヒロインといえばあの名スターですよ。名スタースター、スター、男性の方、そう高倉健。ヒロさんよろしいですか。それでは高倉健さんにまず登場していただきましょう。まさか高倉健さんどうぞ。まさかまさか まさか岡本健さんが出てきた。岡本健さん、どうぞ。岡本健さん、どうぞ。岡本健さん、どうぞ。天気運動トンボウケンだよこれカット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 止めて止めて止めてこらケンさんこらお前は誰だダメ親今言ったでしょ、うちの助監督が。え、昭和残響で高倉健だよ。誰が風呂上がり、風呂上がりのお前親チャレンジするんだよなんでこれ持ってんの。おーじゃない、なんで高倉健がこれからお風呂行くのよ。私物なんですよ。 おかしいでしょこれ。こんな高倉健いないの。ケロリ関係してまして、ケロリだしね、ダメよ。あんた今日主役ですよ。ケンさんですよ、分かってますね。高倉健といえば昭和何兄弟。そう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 。それを今日やるんですけどね、話しなさい話しなさいよと言ってました。それでなんかいいですか、ちょっと太ったダメ親父に似てるようなあんなこと言われてるじゃないかいいですか、ケンさん。今日はですね、昭和残響で見たことあります、うん、あります。ない内容分かってます。あれでしょ、ヤクザの映画でしょ。だいたいヤクザの映画なんだよ。高倉健のやったらヤクザの映画なんだよ。内容お前が笑ってどうするお前が笑ってどうするの、この野郎。この格好見ただけで笑うでしょ。あの橋本ですよ、皆さん。あのいいですか、あなたはこれからね、ね、殴り込みに行くの。ね、殴り込みに行くのにさ、なんでビニール傘持ってんの。おかしいだろ、ないの、ないの。何もないですよ、これ殴ろうかと思って。バカだろ。まあいいや、これとね、ね、これということにして、いいですか、あなたはですよ、この時代背景は、ね、昭和の21年ですから、ね、まだ戦後間もない時代で、みんな闇市とかやってるところ、ね、その時に、あなたの組、神津組ですよ、分かってます、神津組、はい、ね、神津組、ね、の、あなたはね、5代目なの、ね、しかし、近況のね、他のね、組に押されて、ね、そのマーケットが、ね、これからマーケットを建てようと思った、そのマーケット、その敵方に燃やされてしまったの。ね、それで最後に堪忍袋の尾が切れて、これからその敵方に殴り込みに行くシーンですから、わかりましたね。はい、わかりました。何言われてるか分かんない。ちゃんと喋れよ。何言われてるか。お前もうるせえな、これ。いっぱいいっぱいなんだよ、この人は。言ってますよ、この人、素人ですからね。こんなね、こんな緊張した顔してるの橋本初めて見たよ。だって、毎月だって見に来てくれてるんだから。いじられて、木馬亭に。そうそう、だからもう、M の顔してるからさ。あの、知ってます、あの木馬亭にね、皆さん来てくださると思いますよ。あの、先月、あの、一番前に座ってて、もやしをくれた人なんですよ。いじられるのが多分楽しみで。そうそう、いじられ M だから。そう、もやしと、もやし鍋のね、元をくれた方なんですよ。ね、ここにいるとね、散々喋るんですよ。もうああでもない、こうでもない、いろんなことを受けますと、いざ舞台だったら一言も喋らない。社長、敵の方だからそんなに言えないから。若いの敵じゃない、今こいつヤクザだ、これ。ケンさんだから。でも生まれて初めて舞台に立つんですよ、この人。あ、本当、よかったね。あ、ねえねえ、生まれて初めてこうやって立って、どうですか、感想は。記憶にございません。いいよ、懐かしい。OK。いいですか、これからね、これから出入りに行く、行くそこだからね、こっちからね。いいですか。自分で歩けよ。固まってんだ。普通ですよ、歩けったらね、大体左右に歩くんですよ、普通は。この人今こうやって歩いたからね。
あれ前を笑ってた。一番私が楽しんでた。いいですか、ここでね、親分の仇をね、これから取りに行く。そしてまず行く前にここにね、親分のあれがあると仏壇がある。仏壇の前に立って座って、そうそう、それでここに仏壇があるからね、これからね、出入りに行く前にこの仏壇に手を合わせる。はい、はい、これか、肩が落ちたよ。仏壇だよ、仏壇。だから何を言ったの、何を言ったの、何を言ったの、この親分。亡くなった親分に何を今言ったの。これから行きます。親分のね、肩を打って、ね、そしてあのマーケットをね、ちゃんと私がね、守ってみせますってことを言うんだよ。はい、これからマーケットを守っていきます。言葉に出していけねえんだよ。いけないの、仏壇だから言葉に出したら。笑って言っちゃいけない。そう、気持ちない。そう、そう、言ったね。それ立ち上がる。はい、そしてあの、はい、これね、一応刀として、はい、ね。さあ、ここでね、行こうとするけど、やはりあなたには好きな人がいる。はい、ここで登場、はい。藤純子の登場、音楽です。やっちゃいけない。かわいいよ。ありがとうございます。頼むからカツラかぶれよ、この野郎。僕が悪いんじゃないですよ。助監督が悪いですよ。僕はだって池部亮の役だと言ってたから。来てみたら女優藤純子の代わりだし、床山さんはいない。うるせえな、この野郎。素人の手にうるせえよ、お前。本当は今日から本当に池部亮だったんですよ。池部亮でね、こうやって2人でね、こうやってね、あるんですよ、皆さんご存知でしょ。ね、1人でこうやって殴り込みに行くと、途中で、ね、池部亮が待ってるんですよ。そしてお供をさせてくださいと。そのシーンをやろうと思ったら、いや、女がいいんじゃないかと。ね、うちの篠原美香が、ね、藤純子を出しましょうって言うから、急遽藤純子にしたんですよ。しかも妊婦。そう、妊婦じゃないよ。ね、じゃあ今日は藤井子にしましょうって、こいつが言ったから、じゃあ藤井子にしようと思ったら、お前がカツラを。すいません、カツラを私が忘れてしまいました。申し訳ございません。だけど監督、なんだよ。ちょっと今すごいことありましたよ。どうしたの。今まで何にも言ってなかったあの女の子ルーちゃん、うん、川瀬の登場で一番バカ受けしてますよ。ありがとう。笑っていただけて本望じゃないですか、あんた。ありがとうございます。藤井子は妊婦だよ。あの、持って帰っていいからね、うちの。いいですか、ここでね、あなたはですよ、ね、愛する人がこれからね、あのね、出入りに行ってしまう。これを止めなきゃいけない。ね、まず、二人がここで出るシーンから行けよ。はい、出よ、はい、見つめて。酔いが覚めた。何が酔い覚めた。ね、そして黙ってね、黙って去ろうとする。ね、この前いいですよ。固まってる。お前歩けよ、少しは。ここを去るんだよ。ゆっくりゆっくり。そうそうそう。で、そこで、はい、待ってという。待って、そうそう、で、振り返る。もうちょっとお前、高倉健をやれよ、これ。そうだよ。だって、何が大倉優香から入れるのは、そんなもん。大倉優香ともやろう。大倉優香。待って、だから振り返って。そしてね、聖さんという。せいさん、はい、そして名前を呼ぶ。あなたは何ですか。あなたは何ですか。違う、ね、いいかい、この場合はね、藤純子だけどね、あのね、名前をね、じゃない、純子でいいから、ね、純子、純子、分かったね、はい、純子、純子。
しょっちゅう振り、そうそう別にいいんだ、この右は左どっちでも右やって引け、そうそうそう、ね、こっち見えるように、ね、いや、見なくていいんだよ見えるようにしたら、お前は見なくていいんだよ、お前こっち見てんの、愛する人、ね、好きなんだよね、それで、ね、じっと見つめて、ね、せいさん行かないでとは言えないわよね。いいセリフだ。本当は言ってほしくない。でも行かないでって言うんだけども、はい、でも言えないわよねと。はい、女心をね、はい、その頭で言う。はい。よーい、スタート。せいさん、行かないで。ちょっと待って。お前見ろよ、こっちの顔。お前の目線こっちだろ。なんでまともに見なさい、まともに。見て。ね、愛し合ってるんだから。ね、そら、ね、心と心で愛し合ってんだからね、見て見てほら。そう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 ね。行くよ。はい。はい。せいさん、行かないで。そう。とは言えないわよ。だからそれをグッと、グッと気持ちの中に入れて。ね。ね。お嬢さん、マーケットのことはよろしくお願いいたします。では、これでお達者で。よーい、はい、この手はいいんだっすよね、お嬢さん、マーケットの答え、よろしくお願いします。大読みで言ったよ、気持ちを入れろ、気持ちを、役者なんだから見て見て、だからこっち見て、ここ見るんですよ、お嬢さん、マーケットの答え、早い早い、食べて食べて、お嬢さん、ねえ、ほら、前のお客さんも言ってんの、早いって、ね、早いと嫌われるよ、これやろう、マーケットのことはお願いします。優しく言うんだよ。頼みます、マーケットのことは頼みます。それではこれでごめんなさいね。だこの手はちょっと大手です。いいよいいよ、マーケ、まず名前言って、うん、なんだっけ。いいよ、いや、自分の好きな名前、好きな女の名前、誰がいい、好きな人。いるだろ、誰か。嘘だよ、いるでしょ。歌いたぞ、歌いたい。ミカとかいける。じゃあ、ミカでいいから、ミカでいいから。ミカ。まあ、怖い。そう。だからこれ、杖じゃないから。ミカ、そう。まあ、負けたことは、よろしく頼む。それでは、ごめんなすて。それではごめんなすて。お前は粉木知事か。なんとかで、すぐなんとか。もっと、やっ。ああ、もう、ケンさんだから。最後、かっこいい。ケンさんだよ、ケンさん。はい、ね、それでは、ごめんなすて。それでは、ごめんなすて。と言って、サル。いや、すごい。と言って、ね。歌を歌いながらサル。はい。はい。はい。そうそうそう、ケンさんの歌歌って帰る。はい、ケンさんの歌歌だよ。アバシリ番外地。あ、いいね、そう、アバシリ番外地。アバシリ番外地。歌待ってる、ちょっと待って、歌うの、歌いよ。じゃあ、してる歌何。何、昭和から好き、昭和から好きでいいから。じゃあ、負けた、はい、じゃあ最後はごめんなすて、ごめんなすてと言って、はい、昭和から好き歌って去る。お疲れ様でした。素人2人をこんだけ爆笑させていただいて、さすが座長です。ありがとうございます。スマイルが良かったからね。はい、いや、私もね、監督コントは座長がやってるの何回も見たことあるんですけど、いや、素人同然の役者を使ってやってるんですよ。今回は本当にズムの素人を二人連れて、それもさっきまで何するか分かんなかった、分かんなかったやつを。いや、でも、本当に今日本当にたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。